立派な黒豚さんですね。これは青森県十和田市で飼育している豚さんです。やはり、こうお肉にする時もこのような衛生管理がしっかりして、それから与える餌も、それから運動も十分できている、まあ、そんな豚さんたちだと思います。黒豚というと鹿児島とか熊本あたりを私たちはイメージするんですが、こんな立派な黒豚さんを青森、特に十和田湖で育ててる人たちもいると。多分作る量が制限されるっていうか、量に限りがありますから、あまり大きく市場を求めるのではなくて、それを本当に理解してくれる人たちに直接、まあ、手渡したいという部分があると思います。 NPO 地域創生機構としては、そのような小さな生産者の人たちが、自分たちで、育てたものを、無駄にしないで、その分だけ、販売できればいい、樽を知るという言葉がありますけど、そのような生産者の人を私たちは全国の仲間から情報を集めて、皆さんにご案内していくことが私のライフワークかなと思ってます。 NPO 地域創生機構としては、豚だけじゃなくて、例えば鹿とか、マトンだとか、まあ、牛肉鶏もそうですけど、安心して食べられるものを私たちは、生産者を応援していこうと、そんなつもりで NPO 地域創生機構を運営しております。